そうですね。まあ、で、今のことを、実際にやるものとしてですね、FMS 攻撃っていうですね、がありまして、弱い、IV を利用した攻撃ですね。まあ、非常に少ない計算量で鍵を取得することができてしまうと。あとですね、最初に言ったこのオープンシステム認証で共有認証と何かというと、オープンシステム認証はですね、端末がつながりたいよっていうと、どうぞって言っても無条件に返すんですね。それに対して共有キー認証は、つながりたいよっていうと、チャレンジっていうのを出して、それに対するですね、チャレンジの暗号をですね、送り返して認証が成功します。で、これをモニターしているとですね、ここがですね、ここにそのウェブキーを使っててですね、ので、攻撃者がですね、全部見えちゃうんですね。で、しかもですね、このチャレンジとチャレンジに対する暗号化がずっと変えるのでですね、この辞書攻撃もできてしまう、正しいウェブかどうか分かるっていうことで、知らない人でもですね、つなげてしまうということで、この共有キー認証を使うと、余計、認証をしているようで、かえって危ないということで、今、使用禁止になっています。まあ、今言ったような技術ではですね、私が講義で言うだけじゃなくて、すでにですね、そういうのを、がソフトウェアとして実装されています。まあ、エアースノートというものとかですね、エアークラック NG とかですね、この辺はまあ、ググったらすぐ出てきます。まあ、どんな感じかというと、例えばですね、ウェブの脆弱性の一つとしてですね、先ほどのキーストリームと共有鍵の相関関係を利用して攻撃するというのがですね、このエアークラックのですね、ウェブキー、解析モジュールに入っています。で、これに関してはですね、論文ですね、Breaking 104-bit web in less than 60 seconds。だから104bit のウェブは1分以内でですね、解析できちゃうよっていうので、ね、論文が2007年に出てます。まあ実際ですね、これも、このエアークラック NG っていうのを使うと、そうですね、大体こう、所要時間どうかな、所要時間3分8秒でですね、この ASCII 文字列ですね、IT キーズ大阪 U という、こういうキーのやつがですね、こう、見つかったよっていうんですね。まあこれぐらいの、ことになってます。これも実際、今もっと早くなってるはずです。で、さらにですね、これはあんまり細かいことは出てないですけど、まあ、その、ウェブキーを一瞬にして解読する方法を提案しましたとかね、こんなのも出てますし、で、じゃあ、まあ、いいじゃん、別に、うちは他の人に使われても、そんな大事なことしてないし、と思う人があるかもしれませんけど、事件としてはもう随分、2004年ですけど、こんな事件が起きてます。ちょっと小さくて申し訳ないですが、不正アクセス禁止法違反の容疑者が、こう、無線 LAN アクセスポイントを乗っ取って不正アクセスしていたことが分かったと。東京都内の私立大学職員が勤務先の大学のサーバーに不正アクセスをしたとして、5月に不正アクセス禁止法違反で逮捕された事件で、職員は他人の無線 LAN アクセスポイントを通じて無断にネットに侵入し、そこからサーバーに不正アクセスを繰り返していたことが分かったとね。調べでは、職員は都内の路上に停車した自分の車内から他人の自宅内の無線 LAN アクセスポイントが使えることを確認し、そこからネットに接続して大学のサーバーに不正アクセスした疑いということです。で、まあ、この職員はですね、自分の職場でですね、どうも上司とよくない関係になったみたいで、嫌がらせでやったということで、まあ、捕まって、まあ、それは、けしからんことなんですけども、迷惑だったのはですね、このアクセスポイントを使われた全く関係ない人ですね。警察はどうしたかというと、不正アクセス受けた側のログからですね、その侵入元がこの全く他人の自宅であるということを突き止めてですね、そこに、乗り込んで、まあ、その家宅捜査プラス確か住人逮捕したんですよね。もちろん、最終的にはですね、逮捕、起訴までは行きません。こういうことでしたけど、でも、ね、突然逮捕されて警察に行ってとか大変でしょう。そんな目に遭いたくないですよね。無線LANに鍵かけてないと、こういうことも起きてしまうということは知っておいてください。じゃあですね、この、他人の無線LANアクセスポイントから勝手にインターネットにアクセスすることは問題があるのですかっていうのがですね、総務省の通信サービス FAQ に書いてあります。はい。他人の無線 LAN アクセスポイントから勝手にインターネットにアクセスすることがアクセス制御機能の侵害に当たるような場合には、
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条の違反になります。これはですね、アクセス制御機能の侵害、これまたそのサイバー犯罪のところでお話ししないといけないんですけど、要するにまあちゃんとですね、セキュリティ機能をかけてパスワードとかをかけてたらですね、大丈夫です。例えば、しっかりした鍵をかけていたのにですね、後でお話しする WPA、PSK とかで鍵をかけたのにそれで破られたって言ったら、これが成り立ちます。だけど、そもそも鍵かけてなかったらですね、このアクセス制御機能の侵害に当たらないので、不正アクセス禁止法違反にはならないんですね。したがって、法律的には責任を問えないというふうにも読めます。この、ね、微妙な書き方は、総務省としてもですね、これは絶対ダメですと言えないからこういう言い方してるんですね。まあ、あとこのね、民事責任があるよとか、暗号とかをやると電波法とか電気通信事業法になるよということは言ってますけども、鍵かけてなかってそこから侵入されたら、された方が悪いということになりかねないので気をつけてくださいということです。ちなみにですね、少し、関連する話題として、電波法の方がですね、平成16年ですから約10年前に改正されています。11年前か。で何が加わったかというと、109条2っていうのが増えまして、暗号通信を傍受したもの、または暗号通信を媒介するものであって、当該暗号通信を受信したものが、暗号通信の秘密を漏らし、または説明する目的で、その内容を復元したら、罰金ということになりました。もともとはですね、109条に、無線通信の秘密を漏らし、または説明したものは1年以下の懲役または罰金と書いてあるんですね。でも、見るだけだったら、違法じゃなかったんです。見て、それで何か行動したら説明に該当するので、違法なんですが、見ただけですって言ってね、趣味で見てましたってのは実は、違法じゃなかったんです。それが、まあ、暗号であれば違法というふうに、平成16年から変わりました。ですから皆さんね、情報学研究家の方は皆さん、スキル高いと思うので、いたずらで、ね、暗号を解読してみましたとか、やりたくなる気持ちはわかりますけども、それをやったら、電波法違反なので、よく覚悟しておいてください。ね。さらにですね、第1項、第2項の未遂罪は罰するですから、で先ほど私、エアークラックっていうのを使うと、キーがバレますよっていうのは言いましたが、あれをね、本当に他人の環境に対してかけると、その時点で未遂罪でも罪になりますから、気をつけてくださいね。あくまで自分の無線 LAN でやるのはいいですけど、はい。ですね、私の講義聞いて、犯罪に手を染めましたなんて人が出ると困るので、よろしくお願いします。ということでですね、ウェブはもうダメダメだっていうことをよくお分かりいただいたと思います。しかしですね、まだウェブが使われてるんですよ。残念なことに。京都大学でもですね、まだウェブを使ってる人たちがいるんですね。実は後でお話しますけど、ウェブは禁止してるんですが、います。まあ街中行っても皆さんちょっとモニターしたらウェブで立ち上がってるアクセスポイントたくさんあります。なぜかっていうとですね、もう端末は対応してるんですね。Windows も Mac も Linux も対応してますし、スマートフォンなんかもみんな対応してます。で、まあ、アクセスポイントもですね、まあ、古いやつだと対応しても、まあ、今時大概対応してますね、正直ね。プリンターもなんか重きし古いやつだと対応しないかもしれません。まあ、今は大丈夫ですね。立ちが悪いのはですね、Nintendo DS の初代ですね。はい。新しいやつはいいんですけど、初代の DS 別に普通に使えますよね。あれがですね、ウェブしか対応してないですね。で、まあ、そういうの1台でも残ってると、それに合わせた設定にして、結果的にですね、全部弱いキーになってるとかね、あるいはまあ、他の機器はみんなちゃんとしたけど、1台だけのためにその弱い状態でアクセスポイントを動かしてるから、結局そこから入れるとかね、そういうことが起きてしまうということです。で、一番大変なのはね、移行にはすべての機器の対応が必要と。皆さんもね、研究室のネットワーク運用してて、これはちょっと厳しくしないとあかんぞと。まあ、ね、キーを毎月変えなあかんぞとかって一生懸命変えようとしたらですね、変えたとはなんか教授の先生がネットワークつながなくなったとか言って怒ってきたら嫌ですよね。でも皆さんはちゃんと言ってください。私の講義で、鍵は定期的に変えろって言われましたって言ってね、文句あるなら私に言ってくださいっていうふうに言っていただきたいぐらいですね、まあなかなかこれ大変なんです。
私もですね、そうは言いつつもですね、自宅のネットワークのキーを変えるとですね、神さんやら子供の端末がつながらなくなってですね、サポート大変なんで、まあ、なかなかそんなに頻繁には変えられません。